山口敏太郎です。緊急検証シリーズ、新作はですね、先週週末にかけて、土日にかけて放送されまして、妖怪とですね、開村2ということで、開開村妖怪編の、もののけ王座決定戦は、僕は残念ながら岩井志麻子さんの棒太郎という妖怪にのプレゼンに負けてしまって準優勝ではあったんですが、1回戦から木原さんと僕が当たるとかですね、決勝戦は島子さんと僕が当たるという非常に豪華なマッチメイクになったのではないのかなといった印象です。審査員もですね、非常に豪華ですね。いつもの大槻健二さん、新さん、なめこさんに加えて、妖怪専門誌の怪異の編集長を長らくやってらっしゃった、郡司さん、今社長をやってらっしゃいますね、角川文芸さんの、社長なんですけども、大槻健二さんと僕の、人生で大切なことはオカルトとプロレスが教えてくれた、こちらの版元の社長でもあります郡司社長にも、審査員で加わっていただきまして、さらにビッグフットじゃねえや、ビッグダディですね。僕はずっと出っ歯のビッグフットのことを考えて、ビッグフットって言っちゃいましたけど、だいぶ違いますね。子供といえばビッグダディ、子供に見せたくない妖怪のプレゼンだったので、ダディが参加してくれまして、もうなかなかダディが深いことを言うんでね、結構ね、ああ、ダディはなんか結構面白い人で、頭のいい人だなといった印象を受けましたね。でも、もう大盛り上がりで、ただ終始下ネタに終始したというところがですね、大槻健二さんが今後のこの番組の方向性に関わると言ってましたけど、まさしくその通りで、単なる下ネタ番組になってしまったのではないのかなという懸念もあります。でもようやく妖怪ウォッチブームということで、妖怪をテーマに取り上げることができて、よかったかなと思っています。もしですね、見逃した人がいれば再放送が近々ありますので見てください。そして開会村、こちらですね、もともと緊急検証シリーズの第1弾、始まりとなった開村というのがありました。これの続編ということで、開村2、すなわち開会村ということでやったんですけども、今回もですね、BL 村、ボーイズラブ村ですね、BL 村とかですね、あるいはロボット村、まるでロボトミー手術を受けた人間のような奴隷がいっぱいいる村とかですね、あとワニ村、これはある性癖のある人たちが集まっている村というか、集団というんでしょうかね。宇田川圭佑さんも最近仲良しになりましたけど、と、あとトウモロコシの会の吉田会長ですね。吉田君はやっぱ若いですけど、なかなか着眼点が面白い人ですね。もう僕も横で聞いてちょっと吹きそうになったことは何度もあったんですが、で私と3人がですね、いろんな怪しい集落、怪しい村、村というか集落というか、かなり集団をちょっとプレゼンしてみました。これなかなか面白かったですね。ぜひこちらの方も見てください。で、見た方はですね、ぜひコメント等をツイッターとかこの YouTube の公式チャンネルに寄せていただければ幸いかと思います。緊急検証シリーズ、次はですね、私と飛鳥先生と中澤武史君、オカルト三銃士と行くツアーが計画されています。ちょっとお高くはなっておりますけども、あまりない機会だと思いますので、もしよろしければ、そちらのツアーにも参加してください。そして年末はいよいよオカルト紅白、これに向けてちょっと全力で頑張っていきたいと思いますので、皆さん今後とも応援のほどよろしくお願いします。